あるところに深い深い穴が開いていました。穴の奥は暗く冷たく、一日の間でほんの数時間わずかな光が差し込むだけでした。その穴の奥の暗い場所にズンダモンという男の子がいました。ズンダモンはお父さんと二人でわずかに生えている苔や小さな虫、雨水などを頼りに暮らしていました。ズンダモンは 穴の外の世界を見たことがありません。ただ、お父さんから話に聞くだけです。穴の外には女の子という生き物がいて、それはとっても柔らかくて暖かくて湿っていて、抱きしめると幸せないい気持ちになれること、そして自分の赤ちゃんを産んでくれること、そんなことを聞かされていました。お父さん。 僕も女の子に会いたいのだ。そうだな。だけど、ズンちゃんはまだ小さいから。この穴の壁を登るのは無理だろう。この穴はとてもとても深いからね。大人になったら登れるのだ。そうだな。お父さんは足が悪くて登れなかったけど、もしもズンちゃんが健康に育って、丈夫な大人になったら登れるかもしれないね。 僕はきっと登ってみせるのだ。そうして外の世界で女の子と出会うのだ。女の子に僕の赤ちゃんを産んでもらうのだ。きっと可愛いのだ。そうだな。お父さんももうじきいなくなるしな。お父さんがいなくなるのだ。そうだよ。寂しいけどね。どうしてなのだ歳をとったからだよ。人間はね。 年を取るることで大人になれるんだけどその後さらに年を取ると今度は老いが始まってだんだん弱っていって死んでしまうんだよ死ぬっていうのは動かなくなって冷たくなってこの世界からいなくなることだよそうなのだお父さんがいなくなったら僕はひとりぼっちなのだ寂しいのだその前に。 女の子に会って赤ちゃんが欲しいのだ。そうだね。そうなるといいね。ズンダモンはその日から穴の壁を登る練習を始めました。壁はとても高くて険しくて、ズンダモンは途中で何度も落っこちました。それで大きな怪我をすることもありました。それでもズンダモンは諦めませんでした。お父さんはそんなズンダモンを一生懸命応援しました。 ずんちゃん、がんばれ。ずんちゃん、がんばれ。そうしてずんだもんは、12歳になる頃、壁の4分の1くらいまでは、登れるようになっていました。お父さんはずんだもんの成長を、とても喜びました。しかし、その頃、お父さんは体が衰えて、ほとんど動けなくなっていました。ずんだもんは、どうしていいか、わかりませんでした。穴の奥にはお医者さんはいません。 神様もいません。お祈りの仕方も、ずんだもんは知りません。僕には、どうすることもできないのだ。そうして間もなく、お父さんは、冷たくなって、この世界から、いなくなってしまいました。ずんだもんは、暗い、深い、冷たい穴の奥で、一人ぼっちになりました。ぐすん、ぐすん、しくしく、しくしく。寂しくて、寂しくて、 涙が出てきました。お父さんとの思い出が胸を締め付けました。お父さんは僕が外の世界へ出ることを望んでいたのだ。お父さんはもういないけど、その思いに応えたいのだ。そうして、ずんだもんはまた壁を登り始めました。お父さんが生きている間にはできなかったけど、僕はきっと この壁を登り切って見せるのだ。そうして、外の世界で、女の子に出会うのだ。女の子と幸せな、いい気持ちになって、赤ちゃんを産んでもらうのだ。お父さんのように、老いる前に。死んで、僕という存在が、いなくなる前に。絶対に。ズンダモンは固く決心し、一生懸命、壁を登りました。でも、 応援してくれる人は、もういません。お腹が空いて、苔や小さな虫を食べるときも、一人きりです。疲れて眠るときも、うんちやおしっこを片付けるときも、ずっと、ずっと一人きりです。一人きりで、頑張るしかないのです。それは、とても辛いことでした。何度挑戦しても、相変わらず、壁はとても高くて、険しいし、地面に落ちたり、 石にぶつかったりすれば痛いし、お昼に少しだけ見える小さな空はとても遠かったのです。そして長く時間がかかっている間にずんだもんも少しずつ歳を取りました。大人を通り越して老いが始まりました。体が少しずつ弱っていくのが自分でわかりました。そんなある時、また壁から落ちて足に大きな怪我をしてしまいました。それをきっかけに つんだもんは気持ちが切れてしまいました。もういいのだ。諦めるのだ。壁はまだ半分以上あるのだ。僕には無理だったのだ。僕はこの暗い穴の中で一人ぼっちで死ぬのだ。残りの時間はなるべくたくさん眠って。たくさん夢を見るのだ。夢の中で女の子を抱きしめるのだ。それで十分。 幸せなのだ。ズンダモンは自分を納得させました。悔しくて、苦しくて、涙がポロポロこぼれました。ズンダモンは二度と壁を登ることなく、穴の中で、メソメソと泣きながら暮らし続けました。そうして、お父さんがいなくなった時よりも、ずっと若い年齢で、体調を崩し、この世界から、いなくなったのでした。